日清の会共同代表の石原慎太郎さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。そしてもう一方、日本日清の会国会議員団総務会長の藤井隆さんです。こんばんは。どうぞお写真お願いいたします。藤井さんには今後の分党や新党結成に向けてどう具体的な手続きを進めていくのかなどをお願いいたします。お願いいたします。ではお二人の話を行う前に、ここまでに入っているニュースを報道新聞からお伝えと思います。今日は谷岡アナウンサーです。はい、お伝えします。今日開かれた衆議院の安全保障委員会と外務委員会の連合審査会で、小野寺防衛大臣は憲法解釈が変更された場合でも集団的自衛権の行使は時の内閣が具体的な事態に即して総合的に判断するとの認識を示しました。権利が今後できるとしても義務ではないという中で、高度に政治的な決断は必要であり、時の内閣が国民の命と平和な暮らしを守り抜くために何が最善な対応か、あらゆる選択肢を比較して具体的な事態に対処して、諸般の要因から要素から